今回はダサくて情けない KO 負け6戦を紹介します。最初に紹介するのは青木真也対長島次元乙雄一郎です。格好悪い振られ方を歌ったのは大江千里でしたが、格好悪くてダサい負け方を身をもって体現してくれたのは青木真也だったのです。両者は2010年大晦日ダイナマイトで対戦。青木真也といえば日本格闘技界における屈指の寝技師。この当時は若手でありながら寝技はすでに日本トップレベルでした。一方の長島はコスプレファイターとして K1 MAX でも活躍した立ち技ファイター。寝技と打撃のスペシャリストである2人が戦ったのはラウンドごとにルールが異なるミックスルールでした。1ラウンドはキックルールで3分、2ラウンドは MMA ルールで5分という独特な構成のこのルール。1ラウンドは長島有利なキックルールですが、2ラウンドに進めば青木が有利です。長島からすれば何としても1ラウンドで勝利したいところですが、悪夢のような展開が待ち構えていました。1ラウンドのゴングが鳴り響くと狭いリング上を縦横無尽に駆け回る青木。ビッグマッチではしゃいでいるのでしょうか。いえ、相手の攻撃を受けない駆け逃げ戦法を取り、ダメージを受けずに1ラウンドをやり過ごす作戦に出たのです。クリンチ連発、ドロップキック、ジャンピングハイキックと派手だけど一切相手にダメージを与えない攻撃は繰り出し、長島の打撃を回避します。この青木の空気を読まない戦法にストレスを過剰に溜めてしまったのが解説を務めていた正人です。もうこんな戦いするならキックルール受けるなとマジ切れ。同じく解説を務めた須藤元気も、このしょっぱい戦い方がいいっすねと京都人のような闇コメント。1ラウンドの3分間を青木に逃げられてしまった長島、普通にかわいそうですね。ラウンドインターバル中には正人がパンチでぶっ倒してほしいと長島にエールを送り、中立な立場を忘れて公共の電波で青木をディスります。正人が苛立つのも当然、1ラウンドを逃げに徹してダメージは受けなければ2ラウンドは安心安全感動買取エーコリングな青木。2ラウンドは5分と1ラウンドよりも長く、一度寝技地獄にはめてしまえば勝利はほとんど確定です。だがそんな慢心が油断を生み出してしまったのか、青木はナメプの罠に知らず知らずに陥っていたのでした。2ラウンド開始早々、青木がタックルを仕掛けたところ、長島が右の膝を合わせると、これがクリティカルヒット。動きの止まった青木に長島が鉄槌を振り下ろし、そのまま2ラウンド4秒で KO 勝ちとなったのでした。マイクを握った長島は、K1 をバカにするな、K1 をなめんなよ、と K1 愛を爆発。解説の正人さんは、気持ちいいわこれ、と青木出身に謎のエクスタシーを感じ、1ラウンド、すげえ頭に来てたもんこれ、と正直すぎるコメントを全国中継に載せてしまうほどハイテンション。リスクを回避したであろう青木の戦い方が、こともあろうに一番でかいリスクを引き当ててしまった結果となり、大晦日に無様な姿を全国に晒してしまったのでした。次はミスタードーピングこと木村フィリップ実とレジェンドであるブアカーオの一戦です。ブアカーオは2004年と2006年に K1 ワールドマックス世界トーナメントで優勝。K1 中流級屈指の人気選手であり、マサトの最大のライバルでしたね。2人は2023年3月23日、ライジンランドマーク9で対戦。ライジンではドーピング検査に2回も引っかかってしまった木村。この試合は汚名を返上する絶好の機会でしたが、出場が発表されると試合前からドーピングはブアカーオも怪しいんじゃないかと挑発的なコメント。ヒール役を買って出たのか天然なのかいまいち分かりません。レジェンド対ドーピング野郎の図式となった2人の対戦は、ケージでのキックルールで行われました。序盤は木村の左右フックが猛威を振るいますが、ブアカーオは膝蹴りと前蹴りで木村を制し、前に出ようとする木村をブロック。決定打は許しません。お薬が抜けた木村はドーピングの効果が薄いのか、パンチをブロックされると徐々に失速。ブアカーオはローキックを当て前蹴りで距離を支配し、接近戦では膝蹴りのコンボ。最後はガードの隙間にブアカーオがワンツー、綺麗な右ストレートが木村にヒットすると、金網を背負う形で崩れ落ち、木村はそのまま立ち上がれず、2ラウンドブアカーオが失神 KO 勝利。契約体重は74キロで、普段は70キロで戦ってきたブアカーオにとっては体重のハンデもありましたが、見事木村を成敗する展開となりました。木村は序盤から攻勢をかけるものの、劣勢になると弱気になってしまう弱点を露呈。
中継の解説を務めた浩二はステロイド君と木村を散々茶化していたが、最後には心はステロイドでは鍛えられないと指摘。ブアカーも勝利後のインタビューでは、心はステロイドでは鍛えられないんですとコメント。今後の木村は精神的な弱さを克服することが課題かもしれませんね。続いては少し懐かしの一戦です。中村和弘とバンダレイシウバは2005年6月、プライドミドル級グランプリ2回戦で対戦。当時のシウバはプライドミドル級王者で19勝1敗1分け1ノーコンテストの戦績を誇り、ミドル級では未だ黒星を知りませんでした。一方の中村は柔道のバックボーンを持ち、プライド生え抜きの選手。この試合まで6勝3敗の戦績となっています。シウバはこの試合の前には中村の師匠でもありマークハントに勝利した後に、ガクトやったぞと絶叫したことでもおなじみ。吉田秀彦から勝利を収めていたため、弔い合戦とも呼べる試合となりました。試合は半袖の胴衣を着ている中村が足を止めて、打撃で真っ向からシウバと打ち合う展開。打撃戦もほぼ互角です。しかし圧力で勝ったシウバが打撃で押し込むと、中村を倒して上になり、猪木ありから踏みつけていきます。バランスを崩したところを狙い、中村が上のポジションを取り、パスガードを狙い、ハーフから胴衣を使って何かしようとしますが、シウバは逆に胴衣を掴んで引き剥がし、スタンドに戻ります。スト2みたいな袖なしオリジナルの柔道着で臨んだ中村は、対シウバを意識したのか首と体を振り、シウバにプレッシャーをかけている場面も見せるなど、打撃スキルの向上がうかがえます。プライドの頃のシウバといえば花丸うどんが大好物で、木村実ばりにお薬も決めていたことでも有名ですね。そんなシウバの圧力に屈しないのだから、中村の強さは本物なのでしょう。そんなことを考えていたら、またもや打撃戦となり、中村もいい感じのパンチで応戦。しかしこの後、目を疑うような光景が繰り広げられます。4分40秒過ぎ、打撃戦の最中、突然胴衣を脱ぐ中村。胴着を脱ぎ捨てた瞬間、距離を詰めたシウバは中村に左ストレートを決め、ダウンを奪います。一度離れて踏みつけた後はマウントからパンチの連打。30発近く中村がボコられた後で、レフェリーが試合を止めました。結構頑張っていたのに、胴衣を脱いだ瞬間に狙われた中村、ちょっとどころか結構ダサくて間抜けな敗戦です。試合に負けた中村は、ラッシュに行く前は胴着を脱ぎ捨ててやろうと思っていたんです。そしたらラッシュをかけられて、ずるいなと思いましたね。仮面ライダーとか戦隊ものですけど、普通変身中って攻撃してこないじゃないですかとコメント。潔く負けを認めないのも、ダサさを倍増していていいですね。グッジョブです。続いても懐かしめの一戦です。2007年6月23日、 K-1 ワールドグランプリ in アムステルダムでのピーター・アーツ対ボブ・サップを紹介しましょう。アーツといえば K-1 の第1回大会から出場し、K-1 史上初のグランプリ2連覇および3度目の優勝を成し遂げ、決勝トーナメント最多出場17回の記録を持つレジェンド。対するサップは2002年に日本デビューするや、その圧倒的なフィジカルとキャラクターで一躍お茶の間でも人気者になった暗黒肉弾魔人。日本の女性とお付き合いするようになり、清水プレーに目覚めてしまったのは内緒です。アーツとサップは2007年に戦う前に因縁がある因縁が生まれていました。2006年の K-1 オランダ大会では、ホーストとサップの対戦が予定されていましたが、試合前日に契約に関するトラブルからサップがドタキャン。アーツは石井館長に急遽オファーされると、コンディションも悪くトランクスもない状態だったが、 K-1 を守りたい一心と試合に穴を開けたくないプロ根性を発揮して、ホーストと戦ってくれたのでした。サップはこの試合の前から K-1 側と関係が悪化しており、運営に対する不信感が表面化したと言われています。しかし2007年に入ると、サップと K-1 は電撃和解を果たし、今回のアーツ対サップの実現に至ったのです。実に1年半ぶりの試合を迎えるサップ、戦前には1年間試合をしていないので逆に休養が取れたと満面の笑みを浮かべ、アーツを KO で葬ると意気込みます。その戦いぶりに注目が集まったサップですが、凄まじいブーイングを浴びての入場となりました。去年のドタキャンが影響しているのでしょう。逆にオランダの英雄アーツは割れんばかりの大歓声で迎えられます。試合は開始から突進したサップがアーツにタックルを仕掛けます。片足タックルのようにアーツを持ち上げマットに倒しますが、これは MMA ではありません。一旦分けられ、セカンドコンタクトで再びタックルを狙ったサップでしたが、
またもやアーツの足にしがみつこうとするや、アーツは左の膝蹴りをサップのボディに突き刺します。この攻撃で悶絶したサップはリングに横たわり、めちゃくちゃ痛そうな表情。あと右の鼻の穴に鼻くそがついてますね。サップは立ち上がることができず、わずか26秒でそのまま KO 負け。サップの無気力ファイトと、さらにはアーツの試合を台無しにされたことで会場は大ブーイング、そして物が飛び交う異常事態に発展。なぜかオレンジが投げ込まれ、サップにヒットしていて草生えます。試合後のサップはセコンドのニコラス・ペタスに付き添われ、足早にリングを後にして逃亡しました。試合をしていない間は俳優として6本のハリウッド映画撮影に臨んだり、獣医の勉強をしてきたサップ、すでに以前のようなハングリーさはなく、闘争心も失っていたのでした。次はジ・アウトサイダーで行われた柴田対島田優斗の一戦です。当時の柴田はプロレスネタを盛り込んだファイトスタイルで人気でした。プロでは通用しないが、格闘技を知らないヤンキーなら勝てるくらいのスキルで、不良相手には強さを発揮していたのです。柴田は島田くん相手には大仁田敦をオマージュした柴仁田敦で出陣。対戦相手は煽り部位でも仲間を引き連れイケイケな島田くん。金髪に日焼けした肌、ヤンキー要素てんこ盛りです。試合前から柴田にガンを飛ばし威嚇する島田くん、オラつきがマックスです。柴田はヤンキーに睨まれた陰気張りに緊張した表情を見せていますが、試合開始のゴングが鳴ると一変、柴田はフライングニールキックで飛び込んで先制。ヒットさせるよりも距離を一気に詰めることが狙いで、引き込むように下になると上から殴りに来た島田くんの腕をキャッチして、そのまま腕ひしぎ逆十字固めを決め、あっさり一本勝ち。予想外の腕の痛みにうずくまるヤンキー島田くん、ここまでかかった時間はわずか8秒。煽り部位が結構な振りになっていたので、島田くんのダサさが際立ちますね。圧勝した柴田は、おいおいおい、俺が柴仁田敦だとマイクパフォーマンス。勝ったらこの大仁田パフォーマンスがしたかったんでしょう。だいぶ気持ちよさそうです。最後もジ・アウトサイダーからで、浜の狂犬の異名を持つ黒石貴弘によるダサ KO です。ブレイキングダウンでも人気の選手で、ライジンでは素行の悪さを平本蓮に暴露されていましたが、ジ・アウトサイダー時代は若さもあってかなりのイケイケでした。しかし前評判の高さとは裏腹に、参戦当初は負け続き、当時自分は最強と思い込んでいた黒石、21歳の時にジ・アウトサイダーの第1回大会に参戦します。しかし練習ゼロの状態で試合に臨んでいたので、第1戦目は現役の保育士として働く秋山翼に1ラウンドスリーパーホールドで敗北。リベンジすべくすぐにジ・アウトサイダー第2戦にエントリーした黒石。次の相手は空手歴8年、柔道歴1年の増田良平。前回同様、数十人の仲間たちが見守る中で試合が開始します。ゴングとともに増田に向かって走り込んだ黒石、しかし待っていたのは増田のカウンターパンチ。まるでパンチに吸い込まれるように突進した黒石はパンチが当たると即失神、ピクリとも動けません。その間はわずか2秒。まさかのワンパン KO 負けに会場も一瞬声を失っています。そして黒石が負けると、黒石軍団がリング上になだれ込み、大乱闘がスタート。黒石が意識を取り戻した時にはすでにリング上が大混乱。練習しない黒石が悪いのですが、大観衆の見守る中、開始2秒で負けたのはダサすぎて悲しくて涙が出そうです。しかしあまりの不甲斐なさに心を入れ替えて格闘技の練習を始めた黒石は、4戦目まで連敗が続きましたが、5戦目でなんとか初勝利。最終的にはジ・アウトサイダーを代表する選手になったのだから、努力は馬鹿にできませんね。続いては韓流大巨人チェ・ホンマンといきたいところですが、脇ジャブジャブなので脇汗パッドに吸収してもらおうと思います。次のファイトでお会いしましょう。それではまた。